グレタル・ラフン・ステインソンは、アイスランド・シュグルフィオルズル出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。地元・シュグルフィオルズルの KS ・シュグルフィオルズルでキャリアをスタートさせ、2000年にアクラネースへ移籍し、トップリーグのウルバルステールとで、初プレイを果たした。同年にアイスランドカップ優勝へ導いた。翌年、 アイスランド代表で A 代表デビューをシミギぎ SB でプレイした。以降スタメンに名を連ねている。その後数年間にわたりクラブでディフェンスラインのキープレイヤーとなり、2003年に再びカップ優勝をした。2004年にスイスリーグの BSC ヤングボーイズへ移籍。2シーズン過ごし、21試合3得点を記録した。2005年夏の移籍市場でリバプール FC へ移籍した。 ヤンクロムカンプの後釜を必死になって探していた、ルイハンハール監督率いるエジアルクマールと、サインした。遺跡金100万ユーロだった。UEFA カップ予選1回戦、ファーストレッククリリア・ソベトフサマーラ戦で、遺跡後初出場をするも3から5で敗戦。セカンドレックでもプレスチームは3から1で勝利。アウェーゴールにより、グループステージへ進出した。 3日後の2005年9月18日、4から2と勝利したアヤックス戦で途中出場でリーグデビューをした。10月23日のビレーム2戦で初ゴールを挙げ5から1で勝利した。その後、フィテッセと RKC バールバイク相手にゴールを決め、遺跡初年度で20試合に出場し4ゴールを記録した。次のシーズンは当初ケウ・ヤリエンスが右 SB でプレーしていたが、 ヤリエンスが CB へ移ったことにより、以降右 SB のスタメンに定着し、キープレイヤーとなった。2006年10月14日のスパルタロッテルダム戦で、今シーズン初、そしてシーズン唯一となったゴールを決め2から0で勝利した。2006年11月29日のグループリーグ第3節、FC スロバン・リベレツ戦で GL 初ゴールを決め2から2で引き分けると、 ベスト16の入ッするユナイテッド FC 戦で2から4と敗戦したが、ステインソンは再び UEFA カップでゴールを決めた。負けたにもかかわらず、セカンドレッグでチームは2得点を入れたため、アウェイゴールによりベスト8へ進出した。KNVB カップ決勝のアヤックス戦で、ステインソンはスタメンとして出場し120分間プレーした。 試合は1から1の引き分けのため PK 戦に突入。ステインソンは3番手のキッカーとして成功したが、ライアン・ドンクが両チーム唯一の失敗をしてしまい、そしてエドガー・ダービッツが最後の PK を決め、AG は惜しくもタイトルを逃した。前大会でステインソンはキープレイヤーだったが、UEFA カップ準々決勝ではベルダー・ブレーメン相手に敗れ、リーグ戦は3位で、 フィニッシュとタイトル獲得はならなかった。遺跡の噂が飛び交ったが、ステインソンはチームを去るまで、右 SB のレギュラーとしてプレーし続けた。2007年8月31日に3から0と勝利した SBV エクセルシーオール戦で、今シーズン初ゴールを決めた。11月31日の NEC 内目編では、ヤリエンスとアリにダブルアシストし、4から0の勝利に貢献した。 UEFA カップの GL 最終戦のエバートン FC 戦ではグラツェーノペッテのゴールをお膳立てをするプレーを見せたが2から3で敗北した12月30日のヘラクレス・アルメロ戦でこの試合唯一となるゴールを決め1から0の勝利に貢献した遺跡の憶測2007年7月2日 AG アルクマールはミドルズブラ FC から遺跡金350万ユーロの 入札を受け入れたと発表。ガレスサウスゲート監督が、スチュアート・パーナビーの理想的な代役とみてのものだった。一旦は、入札が受け入れられたが、AG 側は足りないと主張し、ミドルズブラに400万ユーロを要求した。これにより、ミドルズブラは、チャールトン・アスレティック FC の右 SB、ルーク・ヤングの方へ関心を向け、AG との交渉を終了させた。AG は、 ステインソンと4年プラス1年で新たに契約を結びたいと考えていた。11月になるとステインソンは AG と2012年までの契約を結んだが、まだプレミアリーグでプレイすることに興味を持っていた。11月に AG と新たに契約を延長したにもかかわらず、2008年1月16日に移籍金350万ユーロで、 ボルトン・ワンダラーズ FC とクラブ間で合意し、ステインソン本人もサインした。2008年1月19日のニューカッスル・ユナイテッド FC 戦で移籍後デビュー。ボルトンでのシーズン後半では、3月29日の2から3で敗戦したアーセナル FC 戦で、ステインソンはマシュー・テーラーのゴールをお膳立てすると、トッテナム・ホット・スパー FC 戦で、ステリオス・ギアンナ・コプーロスのゴールを再び、 お膳立て c 1から1の引き分けに持ち込み広角を避けるために奮闘した。ガリー・メグソン監督とともにミドルズ・ブラ FC に勝利するとトッテナム・ホットスパー FC に引き分けサンダーランド AFC に勝利した。最終節ではこの試合で勝てばリーグ優勝の可能性があるチェルシー FC 相手に1の1と引き分けた。以来ステインソンは右 SB のポジションで レギュラーに定着した。翌シーズン2008年8月16日の開幕戦ストークシティ FC 相手に移籍後初ゴールを決め3から1で勝利した。11月22日のミドルズブラ戦で2ゴール目を決めるとテイラーのゴールをお膳立てをし3から1で勝利した。シーズン最終節の一つ前の試合ではハルシティ AFC でゴールを決め1から1と引き分けた。次のシーズンは FA カップ4回戦、シェフィールドユナイテッド FC 戦でシーズン初にして唯一となるゴールを決め2から0で勝利した。2010年3月20日に0から2と敗北したエバートン FC 戦では一発レッドをもらい退場。2010から11シーズン開始時に背番号を15から2に変更。2010年11月6日のトッテナム戦で シーズン初ゴールを決め4から2で勝利した。2011から12シーズンは2012年1月21日のリバプール FC 戦でゴールを決めホームで3から1と勝利した。2012年3月3日のマンチェスターシティ FC 戦ではオ応ンゴールをしてしまい0から2で敗北した。チームの降格が決定するとクラブはステインソンと契約を結ばないことを決定した。 ステインソンは、2012年8月22日にスユペル、リグのカイセリスポルト2年契約を結び、背番号を兄に決定した。2013年9月27日、現役から引退することを発表した。アイスランド代表のレギュラーであった。2002年3月のブラジル代表との親善試合で、途中出場しし17分プレーした。アイスランド代表の前、全、 ユースカテゴリーでプレーした。2007年にマヌエラ・オスク・ハルダル・ドッティルと結婚し、2011年に離婚した。マヌエラは前夫との間に息子が一人いる。グレタルはマヌエラが再び結婚し、仕事を開始するまで給料の50%を渡さなければいけない。マヌエラは2002年にミス・レイギャ・ビークとミス・アイスランドに選ばれた。 アイスランドを代表し出場したミススカンジナビアでは、準優勝だった。2003年に国を代表して、ミスユニバースに出場するはずだったが、脱水症状で入院したため出場できなかった。クレタルとマヌエラとの間には、2010年4月に、生まれたヨハンと名の息子とエルマロスと名の娘がいる。スタインソン・クッドビー・マインスーン、セズ・サウス・ゲイト、ハット・ファン・ゴール・ラフズ・オフッポロ、S。 スタインソンオファー、アンドゼンプレイゼス、ダニー・ウィルソン、エスプールズ・ハット、サウスゲート・イシューズ、ダイエット・オブ・スエット・アンド・トイル、ハット・エイジ・ルック・フォース・タインソン・ディール、ハット・エージ・エス・アイズ、イングランド・フューチャー、ハット・ディフェンダース・タインソン・ジョインズ・ボルトン・ハット・ボルトン、サンカ・ライチ・ストーク・ハット・スタインソン・ダン・ケイザ・ースパー、エニー・ルック・イム・ザ・ハット、 グレターロファンデガースコナヒルナフォトボールティドットネット2013年9月27日付、ハットウベビー、グレターイズ、バックインビジネス。ありがとうございます。